恐怖心、猛虎斑をつけた市長、重役、部長、課長たち、これでいいのか、長友さん。おい、お前ら、お前らが出世できたのはな、俺、川西京が吉を叩きして316区のおかげで長友が当選したんだよ。感謝しろ。猛虎斑をつけた長友市長が、猛虎斑をつけた川西京を差別した。市長選で応援してやったのに、私は頼んでないとすっとぼける。当選する自信があったな、裏切り者の長友さん。猛虎斑をつけた中根助役が、猛虎斑をつけた川西京を利用した。部長の同期広場の使用許可出して吉尾叩きをさせた張本人だ。そうだ、長友市長の助役に座り、川西京と面会謝絶。これでいいの、中根さん。僕のおかげですよ、助役になれたのは。猛虎斑をつけた長友市長が、猛虎斑をつけた川西京と鉢合わせ。僕応援してやったんですよと言ったら、なんでって、あー、ケツ向けて階段登って逃げてった。ずるいよ、これでいいの、長友先生。猛虎斑をつけた中根重役が、猛虎斑をつけた朝鮮の子供を差別した。地元の朝鮮人のチョコリの姿記事一つ書いてくれれば調子から去ってやると言ったのに、さらなる喧嘩を売ったのは重役の中根さん。これでいいの、中根さん。猛虎斑をつけた長友市長が、猛虎斑をつけた張本人を差別した。地方の市長のコラムを僕やめるなんて、期限を守らず7月20日前に勝手に始めた勝手な長友市長さん、マザコン市長、僕やっぱり歌う。猛虎斑をつけた長友市長が、猛虎斑をつけた在日人を差別した。日韓ワールドカップの時に役所広場に韓国旗も飾らない。大和田正治に注意しなさい。これでいいのか、長友さん。飾る必要がなかったのよ。お見事、成功です。猛虎斑をつけた長友市長が、猛虎斑をつけた金子族を差別した。金子イコール入間川なのに、東京都に入間川だと言わせた。井上実に注意しなさい。これでいいのか、どるか。猛虎斑をつけた小山敏夫が、猛虎斑をつけた川西京を差別した。電話をすれば無言で切ったり、ファックスしても回答なし。不自然ね、無言無視。長友さん、注意してちょうだい。いつから暴力団司教姿勢に乗ったんですか、親分に。猛虎斑をつけた長友司教が、猛虎斑をつけた金子族を差別した。金子駅も万事も消されたのに、金子文化を守らない、それでも市長さんなの。歴史を知らない長友さん。ぼっちゃん、知らなかったの。猛虎斑をつけた長友市長が、猛虎斑をつけた入間川を消させた。金子も大事も狛江も調布の捉え文化なのに隠した。
博物館のトルハルバン、あれは祇園寺のトルハルバンと同じで朝鮮各国の最終島の冬の姿の石像ですよ。細かしちゃダメですよ。猛虎飯をつけた小林一さんが、猛虎飯をつけた川西教を無視した。教育委員会の部長の時に、入間川は入間川だと主張したんでしょ。川西教の勉強会に来たのに出世したいから金子は知りません。猛虎飯をつけた中根助役が、猛虎飯をつけた川西教と鉢合わせ、公用車の前座席で顔隠して慌てて立体駐車場の方へ逃げてった。入り口の専用駐車場は何のためにあるんですか。長友先生、注意してください。あんたも一緒に後ろに乗ってたんでしょ。猛虎飯をつけた小西健次郎が、猛虎飯をつけた川西京を追い出した。秘書課の立場の権利を利用して腕を掴んで、考え方が違いますよって暴力振るわせたのは長友市長、中根契約内容証明ごつ無視、それが証拠だ。猛虎飯をつけた塚越道博が、猛虎飯をつけた川西京を追い出した。広報課の立場の権利を利用して部下の木戸正幸と一緒に、あんたなんか言わないよって腕を掴んで追い出した。要件があったんだよ。だからあんた後から要件の書類を送ってきたじゃん、それが証拠だ。長友市長さん、飲酒運転で捕まった砂取り市議の車に乗って応援したんですか。あなた市長選の時にスナドリーの票が欲しいからでしょ。警察だって川西教だって飲酒運転反対の運動をやってるんだよ。飲酒運転で苦しんで被害者になった遺族に謝れ。誰だいこんな二人に投票してもう一回市長や新会議にさせたやつらは、お前らこそみんな謝れよ。警察と川西教と被害者を流れるんじゃねえよ。もう一人の担当も市長さん、あなたはまる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 さんの子供が学校でいじめをやったとき、立場を利用して総市長だからもみ消したんですって。小西健弘に言ったら、個人的なことですって言ってますけど、やってないならやってないって言いなさいよ。あら、もう一人のその飲酒運転で捕まった砂取り議員になった本当の市長さん、あんたもやってないならやってないって言いなさいよ。個人的なことだって言ったことは、個人的にやったから言ったんですか。そう聞こえますよ。これでいいのか市長さん、助役さん。誰が選んだの。これでいいのか教育人。ただいまの歌の団体名、個人名はすべてフィクションフィクションフィクションです。もう一人の担当さんの子供のいじめ事件は、鈴木正明市議が生前一生懸命私に叫んだんです。何度も訴えてください川西さん、訴えてください川西さんって言ったんですよ。だから師匠課の小西、健弘に言ったらさ、竹弘だよ、課長に言ったら、個人的なことだって言ってんだよな、市長の名があるんでしょ。あれ、それは担当市長さんの話だったっけか。俺ごっちゃになっちゃった。砂取市議の選挙カーに乗って応援したのは長友市長、子供のいじめを、そう、学校でどなたかさんの子供のいじめですよ。誰だかは言えませんし、よくわかりません。鈴木正明市議がガンガン言ってきたからね、証拠がないのに言えないでしょ。だからお尋ねしたんですよ。そう、もう一人の担当市長さんのことですよ。飲酒運転
で捕まった砂取り市議の選挙カーに乗ったのは長友市長。子供のいじめの、そう、どなたかの子供のいじめの問題をもみ消したのはもう一人の長友市長さん。それは、はっきり答えてください。もう一人の担当も市長さんと同じようなことはやんなかったですよね。いくらなんでも。砂取り市議は、なかなか辞めないから議会で無理やり決議で辞めさせられて、9ヶ月後に立候補しちゃった。1年も経たないのに、そんな奴に入れる。ああ、調布人がわからない。あんたらが悪いよ。砂取りよりももっと悪い。あれ、砂取りじゃなくて、魚市議だったっけか。もし違ってたらごめんなさい。みんな、フェクション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 でございます。蒙古斑をつけた日本人も、蒙古斑をつけた朝鮮人も、同じわけないよね。別々ですよね。これは、フェクションです。フェクション、アクション、アクション椿が通って、行って、蒙古斑を描いています。フェクション。